それではただいまより8月2日トリプルシックス旗揚げ20周年宮本優子デビュー20周年20記念トリプルシックス初の後楽園ホール大会に関する記者会見を行います。それではまずは改めまして、全対戦カードを発表させていただきます。ダークマッチ新宿2丁目プロレス提供試合、同じくダークマッチ安浦の対見た目が邦彦、スペシャルオープニングタッグマッチネネ無限大タッキー無限大組対小玉祐介木下康平組、トリプルシックスにて機関車級選手権試合、挑戦者チーム正岡純剣組対同じく挑戦者チームダイナスティー K36 組対選手権者チーム雪日麻也尾崎舞香組、レジェンドレネミー VS ロス・インモルタレス、ナツ・スミレジャンボリー・バーブリッジ神楽柳川組対バナナ会長山下里奈日高郁人音量組、ラム会長スペシャル女子プロレスタッグマッチノア・光原宿ポム組対ラクラム会長組、ダブルメインイベントラム会長笠井純安浦の先輩組対佐野直志源太郎由比がガッツ石島見た目が邦彦組、同じくダブルメインイベント宮本優子デビュー20周年記念試合、阿部文則石川祐希上城龍也ウィズ遠藤豆組対宮本優子尾崎真由美アブドーラ小林ウィズベッドイン香織組、同じくダブルメインイベントトリプルシックスにて無秩序無差別級選手権試合、時間無制限一本勝負、挑戦者武田浩二対選手権者小中ペールワン、以上全カードでございます。なおこちらの試合順はただいまの発表順とは異なります。当日発表となります。それでは本日はたくさんの選手にいらっしゃっていただいております。意気込みを語っていただきたいと思います。それではまずはラム会長スペシャル女子プロレスタッグマッチノア光原宿ポム組対ラム会長楽組、なお本日はノア光選手は欠席となります。それではただいまよりラム会長とラク選手の婚約記者会見を行います。はい、本日はね、こんな晴れた日に皆様お越しいただき誠にありがとうございます。こんなね、私たちのために会見もねできるってすごい喜ばしく思っております。いやー、楽ちゃん、私は嬉しいよ。今日こうやって迎えられてありがとう。はい、私も嬉しいです。本当に思ってる？はい、嬉しい？はい、本当に？多分まあね、今日こうやって会見もできることは本当に嬉しいですし、やっぱりね、そのトリプルシックスのリングにラクちゃんが来てくれるっていうのはね、本当に嬉しいね、うん、ありがとう。最初聞いた時はめっちゃびっくりしました、うんうん、初の他団体さんということで、そうなの？もうプロレスラーとしてわーって感じでした。わーって感じね、わーって感じ。本当に可愛いでしょ、うちの子。本当に可愛いですよ。もうね、本当になんかこうやって今日婚約って感じでねやっているんだけどさ、どう？婚約記者会見してみて。初めてでしょ、だって。でも婚約記者会見ですけど今日は道で待ってたんですけど、お迎えに来なかったじゃないですか道で待ってたけど、私がお迎えに行かなかった。ちょっと怒っ
怒ってる。まあそうだよね、うん、ごめん、そんなすねると思わずごめん。なんかお迎え行かなかったこと、そんなに根に持ってる感じかな。で今日電車で来たもんでなんかタクシー代とか振り込めばよかったかな。いや、高級車でラムさんが運転してお迎えに来てほしかったんですけど。なるほど、ちょっとそこまでちょっと考えてなかったな。ちょっとでもさ、ちょっと、ちょっと、なんですか、婚約会見だからなんか知らないですけど、あの、今8月2日の試合の会見って聞いてきたんですけど、え、忘れてません？僕と光さん、あんまいるんですけど、ちょっと、え、ちょっと、どういうことですか？ちょっとなんか、僕の方がラブ会長と付き合い、ラブさんに長いし、きっと光さんもめっちゃラム会長のこと好きですよ。ちょっとそうだね、ちょっとなんか2人の世界に浸りすぎて、ちょっと試合っていうか、ラクちゃんが来てくれるっていうだけちょっと舞い上がっちゃって、はい、コムちゃんとヒカリちゃんのことまでちょっと考えられてなかったわ、はい、いやまあまあそうなんだよね。ラクちゃんには申し訳ないけど、コムちゃん一番長いんですよ、付き合いが実は。で、ヒカリ、で、ヒカリちゃんも実はラクちゃんより前からラブコールを送ってくれてたんですよね。てことはみんな私のことが好きってこと？うん。いやまあこれはさ、もうさ、試合でもうどうにかみんな私の好きをぶつけてもらうしかないんじゃないかな。ね？はい。では8月2日、ポムちゃんも初参戦、ただ、はい、はい、そうです。で、ラクちゃんも初参戦だよね。しかも男子のリングに登場のこんな清い人たちが来てくれるっていうことで、皆さん楽しみにしてください。え、婚約会見こんな感じになっちゃったけど、いい、大丈夫ですか？いや、婚約会見じゃないから。え、じゃないから、試合の会見ですよね。あれ、あれ、それではよろしいでしょうか？はい、それで、質疑応答を行いたいと思います。質問がある記者の方、挙手にてお願いいたします。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあまず南部会長から、今回あの特別なステーションで、女子プロレスの、はいはい、カードを組んで、そのメンバーを希望した理由みたいなのってありますか？そうですね、とにかくなんか、まあ、せっかくなのでゆかりのあるメンズをと思いまして、このメンバーにさせていただきました。先ほども言いました通り、そのポムちゃんがなん、ちょっとあんまり言えないんですけど、一番長い付き合いでしてですし、ひかりちゃんもずっと私のにね、ラブコールを送ってくれていました。そして隣にはマイワイフ、これはもう当たり前ですよね、もう最初から彼女だって決まっていました。なので、まあこのメンバーになったのは、まあ当たり前なことかなと思います。あの、ラク選手、あの、3人で会長に愛を与え合えばいいんじゃないかみたいなことを会長もおっしゃってましたけど、それについてはどのようにお考えでしょうか？なんか私がラムさんのこと好きみたいで嫌ですね。違う、相思相愛じゃなかったの？ちょっと言わないけど、まあ、勝ってくれたら好きになるかもしれません。これは勝つしかないですよ。はい、はい、お願いいたします。月刊アマゾネスです。声を張ってください。声を張ってください。月刊アマゾネスです。仲睦まじいお二人ですが、なれそめなどを聞かせてもらえればとお願いします。なれそめ、はい、そうですね、私が控室で口説きました。単刀直入に控室ですごく可愛い子がいじらしく端っこにいたので、私から猛アプローチをして、このように至った、プロレス界ではあるあるの話かと思います。ありがとうございます。他にご質問がある記者の方いらっしゃいますでしょうか？本選手は試合の中で気になるのは、会長、オラク選手どっちが気になりますか？
どっちが気になるというか、2人は婚約会見をしてるって言ってるけど仲がそんなに良さそうじゃないので、それを暴いてやろうと思います。シュープロさん、なんかないですか？シュープロさん、これあのお二人が勝ったらどんなハッピーエンドを迎える感じになると思います？すごい面倒くさいこと聞いてきましたね。どんなハッピーエンド、それは次はあれですよ、結婚式生中継ですよ。はい、あれ結婚式前にしまして、もう一回もっと大々的に、あの新婚旅行、新婚旅行ですよ。新婚旅行の DVD 作ります。お願いします。それでは、ご質問がある記者の方いらっしゃらないようでしたら、フォトセッションを行います。はい、それでは、フォトセッションを行います。前の方にお願いいたします。じゃあこちらからお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。でこちらお願いします。こちらお願いします。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか？それでは3選手ありがとうございました。ライブ会長スペシャル女子プロレスタッグマッチ、激闘にご期待くださいませ。それでは続きまして、トリプルシックスにて機関車級選手権試合、挑戦者チーム正岡潤剣組対同じく挑戦者チームダイナスティ K36 組対選手権者チームユキヒマヤ尾崎マイカ組、な本日はダイナスティ K36 組は欠席となります。それでは正岡潤選手、剣選手、ユキヒマヤ選手、尾崎マイカ選手、お願いいたします。それでは、まずは挑戦者チーム、剣選手から一言お願いいたします。はい、今回、まあ、トーナメント勝ち進みまして決勝の方に上がってきたんですけども、どうなんですかね、簡単にベルトが手に入るような予感しかしてません。はい、対戦相手のチャンピオンは女性、男が負けるわけないやろ。以上、ありがとうございました。それでは続きまして、正岡潤選手お願いいたします。さっき健が言ったように、俺らはトーナメント1回戦で光寿、小玉祐介、そしてその次は宮本優子、石川祐希に勝ってこの舞台に上がってきたんや。女に負けるわけないやろ。1年半ぐらい続いてんのか、お前らとの構想は。おでかい舞台で俺らがきっちり喧嘩残してお前らに恥かかしちゃるわ。ありがとうございました。それでは王者チーム、まずは幸姫真弥選手お願いいたします。トーナメント勝ち上がってきたとか言って、どうせいつも通り反則三昧好き勝手やってずるい感じで勝ってきたんじゃないの。大体女なんかに負けない。このトリプルシックスの20周年記念後楽園ホール大会に向けてトリプルシックスを引っ張ってんのは女の独身代表だよ。トリプルシックスを世に広めてんのは女のラブ会長だよ。女なんかにとか言ってんじゃねえよ。この記念すべき初後楽園ホール大会で女のレブル&エネミーがトリプルシックスで女のたくましさを証明して防衛しますんで、楽しみにしておいてください。それでは続きまして、機関車級選手権者、尾崎舞香選手お願いいたします。現チャンピオンの尾崎舞香です。このベルトですね、私がいろんな団体に参戦する際に必ず持っていっているベルトです。スターダムさん、ディアナさん、いろんなビッグマッチに一緒に行ってます。私の一部です。
そんなベルト、あなたたちはどこに持っていけるんですかね。あ、ちょっと待ってください。私ルール言ってなかったですね。あ、そうね。この記者会見で今回の選手権試合のルール発表したいと思います。スリータックウェイの、ラダーマッチ。私が初めてこのベルトを取った方法と同じルールでやりたいと思うんですけど、どうですか。何でもいいよ、ルールなんて。勝つのは俺だよ。じゃあ決まりということで、ラダーマッチに決定です。新木場よりも後楽園ホールのラダーマッチ、もっともっとすごいことしてみせるんで、その上でこのベルト防衛するんで、女だからってなめんなよ。ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。質問がある記者の方、挙手にてお願いいたします。チャンピオンチームにお伺いします。相手のチームは、挑戦者チームも言ってたように、トーナメントを勝ち上がってきたっていうところで勢いがあるとは思うんですが、これまでの戦いぶりっていうのは見てどのように捉えられてますか。ロスインボとは今まで散々やってきてるんですけど、毎回なんかいっぱいセコンドを連れてきたりとかして、で自分たちが負けそうになるとなんかギャーってなってうやむやにして、なんか結果がごちゃごちゃのまま終わるみたいなことが散々あったんで、どうやって挑んでくるつもりなんですかね。今回はまた人数いっぱいで来るのか知らないですけど、私たちはね、正当に勝とうね。そうですね、一応そのトーナメントの試合も見させていただいたんですけど、やっぱ反則とかして勝ち上がったり、まあ、もちろん強い選手から勝って上がってきたのは事実なんですけど、そんな卑怯なことしないと勝てないのかって思いますね。そういう姿を今回は見たくないなって思います。それでは他にご質問がある記者の方いらっしゃいますでしょうか。チャレンジャーチーム、今の、試合形式に関してか。試合形式は何でもいい、勝つ、どんな手を使ってでも勝つ、それだけだ。それではご質問がなければ、フォトセッションに移ります。それでは、ちょっと待って、所属なんか言えよ。まあ、ベルト、まあ、取っても、俺らは通過点にしか過ぎへんねんけど、まあ、勝った暁には、うちの MJ がリング上で、みんな聞きたいと思うから、MJ のウォーウォーツナイト、聞かしたるから楽しみにしといてくれよ、な、MJ。勝ってなって言うな、お前。まあいいや、勝って気分が良ければ歌ったるわ。よっ。それではフォトセッションよろしいでしょうか。4選手、前の方にお願いいたします。この試合は王者組2度目の防衛戦となります。それでは4選手ありがとうございました。機関車級選手権試合、激闘にご期待ください。それでは続きまして、ダブルメインイベント、宮本優子デビュー20周年記念試合、阿部文則、石川祐希、上城龍也 with 遠藤豆組対宮本優子、尾崎真由美、アブドーラ小林 with ベッドイン香織組、
なお本日はアブドーラ小林選手、尾崎真由美選手は欠席となります。それでは皆様お願いいたします。それではまずは石川祐希選手、一言お願いいたします。はい、ダイヤンプロレス石川祐希です。今回はトリプルシックスさんの後楽園大会を呼んでいただき本当に嬉しく思っています。ただトリプルシックス上がってから宮本さんとタッグでやってきたのに、宮本さんのわがままで裏切られるような形で今回対角になったんで、もうわがままに振り回されるような顔面なんで、20周年興行、20周年記念マッチ、お祝いの気持ちも込めてお祝いするした上で僕は宮本さんに勝ちます。それでは続きまして上白龍也選手お願いいたします。はい、個人的なことなんですけども、ちょっと肩を怪我してまして、今欠場中なんですけれども、後楽園ホールで復帰することになります。対戦相手ね、僕所属一人なんで、所属としてやっぱり宮本さんに可愛がってもらってるように見えて、僕は全然可愛がってもらってないんですよ。やっぱり本当ですよ。だいたいこういう世界ってご飯行ったら先輩が怒るとかあるでしょ。全部割り勘ですよ。本当ですよ。いやちょっと思い出したんですちょっと、いや5円とか1円とか取られます。何回行った、もう本当でも 1,2 回ですよ。 1,2 回、はい、まあ、おりたくないからでしょうね。みんな2,000で俺5,000出したちょっと記憶ないですけども、だから僕は、ね、唯一の所属として、僕は後輩として宮本さんの自己中わがままをぜひ聖地後楽園で正したいと思います。よろしくお願いします。それでは阿部文則選手お願いいたします。はい、どうも阿部です。宮本さんが、前回15周年記念興行の時に、マイクで言った言葉が私は今も忘れられてなくて、こうその時にですね、30歳を超えてプロレスをやってるやつなんて本当に頭が狂ってると思ってたと。でも僕が一番30歳を超えてみて思ったこと、プロレスやめられないなと宮本さんが言ってました。私今28になりまして30まであと2年です。まだ今のところ30を超えてないので、まだ宮本さんの気持ち、30歳を超えて続けられている人たちはちょっと狂ってるんじゃないかなと思ってるんだと思いますけれども、今になって分かります。多分30歳を超えても僕もプロレスをやってるんだろうなと思います。なので何の話しようとしたか忘れましたけど、尊敬してる感じじゃないですかね。まずいですね。違うよ。まずね、宮本優子っていうのはね、一緒にご飯を食べに行っても食べるのが早いんですよ。うん、早いのよ、秒だから。あ、なんだお前女さっきからあんた優子の何なの。いや、優子の後輩だろ、どっかで飛びたって。なんだの女、さっきから楽屋で誘惑してるし、優子のこと知ってるんだよ。そんなギリギリガールズな服着てどこがギリギリガールズかな、お前。これ大丈夫、喧嘩しないからまだ。うん、俺女には手を挙げないよ。うん、2023年だし。うん、で、宮本さん何だろう、あんた。私、うん、私は優子と超めちゃめな仲ベッドに香るよさっきも ABCD いい気持ちのこといっぱいしてきたの。どこでよ。所内それはどこでだよ。しょない。いいっすか、そんなことしてて。あんたもなんかさ、色仕掛けしたでしょ。宮本優子に。そう、色仕掛けもしたよ。今だってしてるよ、ほらしてるの。見せてやれよ、ほら。違う、見せてやれよ、カメラ。こっちの後楽園ホールも負けてないんだよ。おい、なんなんだよ、お前。お前が後楽園ホールか、お前俺は王子ベースベッドモンスターだよ、ほら。おい王子だよ。小さいぞってなんだ、お前。見てます、見てます。ほら、宮本さん、見てください。違う、
いや、生放送だよ。大審判のところが全然見えてるぞ。生放送だよ。そんな気持ちで宮本優子の20周年、はい、もうヘドをぶっかける気みたいな気持ちでね、うん、腹なんか持たせませんよ。ヘドロまみれにして、あのアブドラ小林、あと誰だっけ、尾崎真由美ね、尾崎先輩ね、尾崎さんも含めて、うん、もう本当にね、あのへし折りますよ、我々3人が。あと遠藤豆がね、遠藤豆にね、面食らうからね、本当あんたは一番、女一番嫌いなんだから遠藤豆は。え、怖い、ゲロゲロ。以上です、ありがとうございました。それでは、まずは宮本優子選手からお願いいたします。いろいろ、取り乱してすいません。今から遡ること20年前の2003年8月2日に、徳島県でプロレスラーとしてデビューしました。はい、それで、まあいろいろあって、この8月2日後楽園ホールの日をもってちょうど丸20周年ということで、まずは、まあ、トリプルシックスがこのビッグマッチを自分のデビュー記念日にやってもらうことに感謝してます。なんだよお前、いや終わりみたいな、確かに引退だよね、はい、いやいや、あのまだまだ、はい、でもそうですね、自分はまあメインイベントではないですけど、まあ、この20周年を後楽園ホールでね、ビッグマッチでやれることを本当に嬉しく思ってます。その中で、まあ、今日は、参加してませんが、尾崎真由美、そしてアブドラ小林、まあ、真由美とは恋人関係にあった仲なんですけど、あとアブドラ、まあ、アブドラはまあ下っ端ですけど、そんな中で、今回は、ね、特別に香りもいるから、香りは俺の名音だから、香りとのエピソードです。香りのエピソード、香り宮本さんとの、いいよ、いいよ、いいよ、言ったわけ、え、ダメだよ、いいよ、大丈夫だから、言っちゃいけないだろ、ダメだよ、心なんて誰も見てないんだよ、おい、おい、言ってよ、誰も見てないんだよ、いいよ、言っちゃいな、え、香りの下半身の水道橋ね、いっぱいビションコにしてくれてよね、水道橋だからね、あの夜それぐらいかな。ちょっとこれ以上はダメ、初内だよ。わかりました、はい、まあ記念すべき日に、はい、こうやって、まあ、戦う3人、まあみんなね力もとない人たちですけど、おい、石川さん、いいすか、そうじゃねえかよ、みんな大日本の下っ端だし、バサラやめた、関係ないだろ、レスラーって団体は関係ないだろ、試合はしてるだけのやつだし、おい、まだ怪我してるやつだし、弱いなこれ、お前ら勝てると思ってんのか、俺たちに、勝てるよ、こっち真由美がいるんだぜ、こっち豆がいるんだ、豆がいるんだ、こっち香りがいるぜ、豆がいるんだよ、いるよ、負けないから、何でもできるんだよ、何でもできるんだよ、香りは何でもできるんだよ、見せてやれよ香り、できること見せてやれよ、何がやるの、これ何ができるんだよ、生放送でできるギリギリのこと見せてやれよ、見せてやれよ、何ができるかな、いつもやってんだろ、いつも、いつも誰、うん、やっちゃう、ちょっとだけ見ちゃっていいんじゃない、ちょっとだけ、うん、オッケー、これまずいっすよ、お前ら知らないだろ、どうだったオッケー、やっちゃうね、いいよ、オッケー、生パンだけど、ハートカクテル、おい、やってみろよ、やってみろよ、やってみろよ、お前も大事なんだと思う、見せ
な。なんかカメラの前でやるな。こっちはだいたいギリギリガールズなんだよ。だってよっしゃよっしゃ、いくよ。ハートカプセル以外のことやれよ。ハートカプセルね。ハートカプセル、ハートカプセル、わかる。なんかあんだろ。よし、いくよ。生パンだけどレッドブルウォッカー。おい、最悪だ。いや、ちょっと今のでね、ちょっと相手強敵だなって思いました。ちょっと、楽しみですね、試合が。はい、何かありますか。それでは、質疑応答に移ってよろしいでしょうか。それでは、質問がある記者の方、挙手にてお願いいたします。何もないですか。記念試合、このメンバーで良かったかなって、今、率直な気持ちは。いや、もう、もともとはね、もう最初に思ったのは、あ、うごうの衆だなって思ったんですよ。はい。まあ、でも、自分の、タッグパートナーに対しては、もう本当にこの人じゃないとっていう人を用意したんですけど、用意したっていうか、まあ、出てもらう風に頼んだんですけど、うごうの衆だなと思ってたけど、今のレッドブルウォッカ見て、ちょっと興味が湧いてきました。それでは他にご質問がある記者の方いらっしゃいますでしょうか。石川選手、はい、これまでずっとトリプルシックスで日本選手と組んできて、はい、前回のフェイスで、ね、急にこう見放される感じになりましたけど、はいはい、対戦相手として見てみるといかがですか。見放したのはそっちだからね。そうだ、いや違いますよ、ま、俺か山本さん。何言ってるんですか。めちゃくちゃ分かる。ちょっとね、忘れちゃうんですよね。こういうとこですよ。選手としてはリスペクトしてるとか、でも人としてはもうダメでしょう、ね。よく言った。いいぞ、いいぞ、よく言った。それではご質問がある記者がおられませんでしたら、フォトセッションに移りたいと思います。大丈夫でしょうか。それでは、フォトセッションに移ります。それでは皆さん前の方にお願いいたします。やるよ、やるよ。お前俺とレッドブルウォッカーもう一回やるから。香りもやるから、お前もやるよ。いいよ、こっちに向かって。香りもやるんだから。おい、何のかよ。ないんすか。何のかよ。後ろでポーズ見とけよ。顔が映らないですけど、顔映せろ。レッドブルウォッカー、やばいって。ハートカクテル、ハートカクテル、レッドブルウォッカー、レッドブルウォッカー、ハートカクテル、レッドブルウォッカー、ハートカクテル、レッドブルウォッカー。何だって。生パンだけどレッドブルウォッカー。生パンだけどハートカクテル、レッドブルウォッカー、ハートカクテル、レッドブルウォッカー、ハートカクテル、ハートスラム、二人ぼっち。すいません、こちら、こちら。ハートカクテル。そう、はい、ありがとうございます。レッドブルウォッカー、ハートカクテル、モスコミュール。はい、よろしいでしょうか。それでは皆様ありがとうございました。宮本優子デビュー20周年記念試合、どうぞご期待くださいませ。お前本当に覚えたけよ。何じゃない、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 素人が上がれる意味じゃねえから。何で言うんだよ。殺してやるから。ここはゲロゲロ、ゲロゲロだよ。同じ方向帰ってやるよ。それでは続きまして、ダブルメインイベントトリプルシックスにて無秩序無差別級選手権試合、時間無制限一本勝負、挑戦者武田浩二対王者コナカペールワン。それでは武田浩二選手、コナカペールワン選手、お願いいたします。それではまずは挑戦者。近い。近いよ。そっち行く。そっち行く。はい。武田浩二選手から意気込みをお願いいたします。はい。武田浩二です。何なんだ。突っ
っ込んでくださいよ。近いよ。はい、何でしたっけ、意気込みです。はい、はい、まあ、小中さんと後楽園ホール、タイトルマッチ、タイトルマッチは2回目ですね、小中さんと。はい、まあ、こんな大舞台でタイトルマッチできる機会なんて、まあ、プロレスラーやっててこの先あるかわからないんで、ここで全力出してベルト、あれベルト、はい、無秩序無差別級のベルトを、はい、取りたいと思います。それでは続きまして、王者小中ペールワン選手をお願いいたします。こんばんは、王者の小中ペールワンです。トリプルシックスに入って、早15、16年が、経とうとしております。その私のトリプルシックス人生の、集大成の一つとなってもおかしくはないと思います。必ず勝ちます。皆さんよろしくお願いします。それでは質疑応答に移りたいと思います。質問がある記者の方、挙手にてお願いいたします。あ、すいません、月刊アマゾネスです。ベルトは本日は何でしょうか。皆さん、正式にしてください、ベルト本日忘れました。私も被害者です。好き好んで忘れるバカがいますか。できることならばベルトとともにここの場にいたかったです。すごく私も悲しいです。その気持ちだけは分かってください。どういうことだ。それでは他にご質問がある記者の方いらっしゃいますでしょうか。すみません、ちゃんとその試合前に、会見前に何があったんでしょうか。今日はですね、昨日、木下君と、ケンさんと夜まで飲んで、朝起きまして、まずトイレに来まして、そこから、チェックアウトは12時だったんですけどね、12時のチェックアウト、の前に後に、洗濯をしようと、コインランドリー大久保の方まで歩いていきまして、ものすごく、暑い夜でした、暑い昼でした。脱水症状になるんじゃないかなぐらいの炎天下の中、歩いてコインランドリーに行きましたけど、そのフリー Wi-Fi があったんですけども、そこの休憩スペースでずっと外国人の方が、扇風機を独り占めしてまして、これはやばいぞと、これはベルト忘れるんじゃないかなっていう不安がありました。少しでも、体を休めるためにドン・キホーテに行きまして、ローンもないのに1時間ぐらい、洗濯の待ちですね、洗濯待ちしてたんですけども、その時に、はっきりと、確信しました。ベルト忘れた。以上が今日あった出来事です。今コインランドリーにベルトがあるのかなという感じですか。ベルト忘れたのは昨日の話なので、はい、コインランドリーの話は全然関係ないですね。もう昨日来る飛び地でも確信犯的に持ってこなかったです。重いんで。それでは他にご質問がある記者の方いらっしゃいますでしょうか。チャレンジャーとしてはベルトの経緯、タイトルマッチの意味みたいなのを今日チャンピオンからどのように感じられてますか。まあそうですかね、そのやっぱりベルトに対する思いっていうのが、まあそのやっぱスーツケース入らなかったその重いベルトが重いから、まあ、入らなかった、はい、それは致し方ないのかなと思います。でも正直ベルトを忘れてきたって昨日聞いたんです、私も。はい、で小中さんはおいくつですか。言わない方がいいですかね。はい、このいい大人が42です。はい、
42松井しゃべれだろ、誰だおいどこの記者だってね、日経か、日経かてめえどこだってね、新聞社、やろうだからマスコミ嫌いなんだよはい小町小町選手で、その42のいい大人がそのベルトを忘れて代表に昨日怒られてたんですよこれほどなんか楽しいことはないなと、これはもう私俺も被害者だったから私取れてなかった、つながったし、これつながったら、はい、もう負けません、私は、はい、ベルト完全に回収したな、そうですね、全回収してよ、分かってくれたか、ああ俺も被害者だ、ああお前も被害者だ俺もそうですね、あのそうですね、まあ記者会見、はい、ありがとうございます、それではご質問なければ、はい、あんたバカだなあんたバカだな、入ったら、あの改めて後楽園というあの大きい舞台でおそらくこれまでトリプルシックスを見たことがないようなあんま女子プロファンだったりとかも来るかもしれないんですけども、そういう人たちに向けてあのチャンピオンシップとしてお二人どんな試合を見せたいですか？これはちゃんと喋ってもらって、さっきからさっきからちゃんと喋ってるよこっちは。そうですね、やっぱり可憐で、素敵なちょっぴりエッチなプロレスを見せたいと思ってます。ちょっぴりエッチなら負けません。プラス私はパンプアップして最高の体を見せつつ、試合の話だからね、体の話じゃないからね、間違えました、試合の話だからね、ちょっとボディビルの大会のことが頭いっぱいになってて、はい、ちょっと昨日ボディビル大会あったんで、はい、そうですね、まあでも今までのトリプル6の中で一番のいい試合しました、じゃあ私たちで、そのこういう時で相手の方をディスったりなんかするのが好きじゃないんで、はい、ものすごい私認めがってるし尊敬もしてるんで、ああその上で勝ちたいです、はい、私もそうですね、まあ、もちろん尊敬はしてます、昨日代表に怒られるまでは、はい、勝ちます。ありがとうございました。それではご質問がなければフォトセッションに移りたいと思います。はい、それでは両選手前の方にお願いいたします。急にそれではよろしいでしょうか。両選手ありがとうございました。トリプルシックスにて無秩序無差別級選手権試合、どうぞご期待ください。それでは、最後に、昨日決定いたしました8月2日後楽園ホール大会にてダークマッチで新宿2丁目プロレス提供試合、こちらが行われることとなりました。それでは新宿2丁目プロレス精鋭選手の皆様お願いいたします。それでは一言ずつ、コメントをいただきたいと思います。それではまずは、滝沢清選手からよろしいでしょうか。精一杯頑張ります。精一杯頑張ります。それでは健選手お願いいたします。そうですね、このダークマッチでこの新宿2丁目プロレスができるっていうことのこの素晴らしさを全部試合で出したいと思います。はい、それではバナナ千賀選手お願いいたします。やってやるぞ。阿部文則選手お願いいたします。やっと。木下光平選手お願いいたします。やるぞ。それでは、正岡俊選手お願いいたします。後楽園でこの愛しのベルトを披露できるのが楽しみです。
それでは最後に現プロデューサーの武田浩二選手をお願いいたします。はい、この後楽園ホールで新宿二丁目プロレスというものが、忍さん、初代プロデューサーである忍さんが作り上げたこの団体、我々がダークマッチで、ダークマッチです。はい、何時からですか、ダークマッチって。6時半ですか。18時ロビー18時です。18時から、はい、ロビーでやりますんで、いつも日朝風呂の時外でやってます、はい、このね噴水後楽園噴水あんじゃない、このメンバーで、はい、後楽園で新宿二丁プロレスできることなんてもうね18時からです18時からですはい、このね、みんなこれ G-3 のパンツ履いてやりますんで、めちゃめちゃかっこいいですから、ね、ちょっと楽しみにしてくださいよ。みんな履いてきてくださいね、ちゃんと。プールある、プールありますか。プール、プールってあるんですか。水風船はあるんですか。ないんですよ当たり前じゃないですか、分かってますよ。はい、よろしくお願いします。それでは質疑を投入するたいと思います。質問がある記者の方いらっしゃいましたらお願いいたします。大丈夫でしょうか。はい、それではフォトセッションを行います。皆様前の方にお願いいたします。フォトセッションをお願いいたします。こちらお願いします。ここお願いします。じゃあお願いします。こちらお願いします。ありがとうございます。いいですか。はい、二丁プロファイトの皆様、大丈夫でしょうか。じゃあ最後あのなんか元気よく二丁プロっぽく。二丁プロポストで、はい、新宿二丁目プロレス再開よ。以上をもちまして本日の記者会見終了となります。配信の皆様もこちらで終了でございます。ご視聴ありがとうございました。